NHK 国際放送。尖閣発言で引責辞任の前理事を、辞任1週間後にエグゼクティブプロデューサーで再雇用、に怒りの声。内容はこちら。NHK の暴挙に怒りの声が殺到しているようです。では、内容を見てみましょう。NHK のラジオ国際放送などの中国語ニュースで、中国籍の外部スタッフ男性が沖縄県尖閣諸島について中国の領土などと発言した問題で、10日に引責辞任した国際放送担当の曽畑健二前理事が NHK メディア総局のエグゼクティブプロデューサーとして再雇用されていたことが25日複数の関係者への取材で判明した。辞任から約1週間後に契約職員として復帰したという。局内などから辞任後わずか1週間での再雇用で偽装辞任だとの批判の声が上がっている。曽畑氏は国際畑での経験や実務能力などへの評価が高く、 NHK 幹部は再雇用の理由について海外にいた知見を生かしてほしいということなどと説明。別の関係者は中国人スタッフの問題発言は生放送中の事故のようなものであり、辞任はもったいないと思っていたと話した。この NHK の暴挙に次のような怒りの声が噴出。松原仁、国益を軽んじる NHK 経営陣、あまりにも無責任だ。小野田君、 NHK の認識がよくわかりますね。チャイルディッシュティーチャー、 NHK ラジオ問題で辞任の理事を1週間後にプロデューサーで再雇用。こんなの偽装辞任と批判されても仕方ありません。契約社員だからセーフなんて理不尽です。こうやって既得権益を手放せない人たちがいるから、契約の意思のない人からも受信料を徴収する強引な方法は見直されないのだと思います。ちゃうけ？うへ？年収2000万とかでしょ、エグゼクティブプロデューサーって。偽装辞任以外の何だってんだこれ。血のみゆき、NHK の引責は偽装でした。誰も責任を取らない。報酬の返納もやってないかもしれません。田舎暮らしの小越、日本国民をバカにしてないか。NHK は放送法改正し、解体しかない。再生 NHK は、局員、在日外国人、なりすまし帰化人は NG。政治的中立性を担保ため、反日勢力は一掃。スクランブル放送にし、視聴する人から受信料徴収。ヒムロ、辞任からわずか1週間後に再雇用。国民舐めすぎ。信長、ジャニーズは辞めるまで出さない、対応が遅いという姿勢を貫きつつ、自分たちがしているのはこれ。田中健二、これが NHK の実態。何の反省もない。日本人から視聴料を取り立て、反日中国忖度報道は続く。政府は毅然とした対応をすべき。国民は不払い運動しか対抗できないのか。おきみら、こんな腐った組織はお取り潰しで。TM、だから NHK は潰すべきなんだよ。解体一択だ。もはや、存在自体が許されない反日放送局なんだから。むつら星手芸部、そこまで舐め腐ったことされても、国民が受信料は義務と思い込んでお金払い続けるうちは改善されるわけがないんですね。誰か解約しましたか？本当はちょろい NHK 解約、 B キャスカードをぶった切れ。浜田聡参議院議員、 NHK ラジオ国際放送の一連の問題に関連し辞任した理事が一週間後にエグゼクティブプロデューサーとして再雇用という旨の毎日新聞報道について、事実関係の確認、偽装辞任では、との批判に対する見解等を NHK に質問中。回答が気になる方は、下記の村上ゆかり秘書のアカウントをフォローください。NHK は、事の重大さを理解していないようですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。懲戒免職じゃないの？あれだけのことを起こして。やっぱり謝罪は見せかけやったな。
つまり NHK として何ら問題はなかった。他人の目をごまかすために形だけ辞任ってことにした。そしてそれがバレたというだけこと。やらかしたことの重大さが分かってない。自浄作用ゼロ。政府側が再度指導しなきゃいけないレベル。 NHK は国民が思っている以上に腐っているのかもしれません。次はこちら。年収2000万の保証してあげたの。そういうことだよね。配置替え、リフレッシュ休暇1週間付き。退職金がもう一度もらえて2倍おいしい。責任を取って天下りしました。国営も拒否するし、金は勝手に使い込むし。平均年収1000万は、俺たちの財布から出てるんだよな。NHK には、金に汚い金の亡者しかいないのでしょうか。次はこちら。これで確定したね。NHK は常日頃から中国工作員が常駐している。そして受信料は、そのまま敵国のプロパガンダ拡散のためだけに使われる。だから払う必要もないんだよ、わら。日本から奪った受信料で中国のプロパガンダをします。中国のプロパガンダ機関。もう中国に金払うのやめようよ、みんな。ここまでコケにされてんのに、まだ金払い続けるんか。NHK は中国のプロパガンダ機関。そのイメージが定着しつつありますね。最後はこちら。もうこのクソ公共放送は解体せんといかんよ。よそがこういうことをやれば批判報道をやるのにな。政治家の腐敗よりもテレビ利権の腐敗の方がよっぽどやぞ。受信料を払う価値がない会社であることを積極的にアピールしているな。もう潰せよ、こんな日本のためにならん放送局は。マジでもういらんやろ、この組織。組織が腐りきってるから、解体でいいよ。NHK なんか、今すぐ解体すべきです。結論。NHK 国際放送の中国籍の外部スタッフ男性による尖閣諸島は中国の領土発言で、どれだけ日本の国益が失われたのか NHK は理解できていないのでしょうか。まあ理解できていないから、尖閣発言で引責辞任の前理事を辞任1週間後に年収2000万のエグゼクティブプロデューサーで再雇用したのでしょう。ほんとこんな腐りきった組織は今すぐ解体し、新たな国営放送を立ち上げるべきですよ。これ以上反日プロパガンダ組織 NHK に好き勝手にやらせてはいけないと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。